おいい、これが危険な場所。はい、あれは、あ、フェンスが、うん、倒れそうやもんな。臼杵市に住む板井幸則さん63歳、大分大学の減災復興デザイン研究センターの職員です。文豪大野市の清川小学校で災害時の緊急避難場所を探す防災教室を行っていました。板井さんは4年前まで臼杵市消防本部の職員として火災や災害の現場などで活動してきました。2011年の東日本大震災では津波の被害が大きかった岩手県釜石市に派遣され、行方不明者の捜索活動に当たりました。こちらはその時訪れた小学校です。大量の土砂などで子どもたちの学び屋は見る影もありませんでした。しかし当時学校にいた児童360人は全員無事だったといいます。そこが防災教育を震災が来る前からやってて、当時震災があった日は中学生と小学生が手を引いて高台へ避難して全員が助かったということを聞いてですね、町の中がもう本当に全てが全くない中で、本当に子どもたちがこれだけ力を出して逃げたのかって思った時に、やっぱり防災教育って本当に素晴らしいんだっていうのを改めて知りました。防災教育の大切さを実感した板井さん、震災派遣から7年後、59歳で消防本部を退職し、災害の教訓を伝える防災コーディネーターに。県内のみならず遠くは東北まで訪れ、年間150回以上の防災に関する講演を行っています。清川小学校での防災教室では、子どもたちが撮影した自宅周辺の写真と手書きの地図を使い、崩れてきそうな塀といった危険な場所や、飲み物が買える自販機など役立つ場所、そして避難できそうな安全な場所などを書き出し、災害が起きた時の行動を親子が確認していました。めっちゃわかりやすいです。危ないところとか、そういう丸ごと安全なところとかをいろいろ教えてくれたり、避難場所も確認したし、冷静に判断して行動できるようになりたいです。板井さんは一人一人が防災に関する知識を深めることで、地域全体が災害に強くなると話します。やっぱり伝承っていうことが大切だと思うんですよ。少しでも私が知ってることを、見てきたものを伝えたいっていう思いになるんですね。あの男がいたから命が助かったって言われるような、だからあいつの話を聞いてたんでよかったって言われるような人間になってみたいというふうに思っております。